こんにちは、えのき商店です。今日はワイルドターキー8年をご紹介いたします。ワイルドターキーといえばアメリカンウイスキーバーボンの中でも有名な銘柄なんですけれども、そんなバーボンの中でもね、ちょっと一味違った特徴を持っているのがこちらのワイルドターキーになります。バーボンといえばコーンの比率がですね 51% 以上確かねないといけないんですけれども、このワイルドターキーはそのコーンの比率がですねちょっと他のものブランドとかジャンルものよりは低めになっております。でその代わりにライ麦とかね、大麦麦芽とかそういったものがこう多めに含まれてて、特にねライ麦のスパイシーさが楽しめるのがこちらのワイルドターキーとなっております。でテスティングノートなんですけれども、香りがですねバニラ、キャラメル、オレンジの香りで、味わいが深みのあるキャラメル、バニラで、オレンジやチェリーなどフルーティーな味わいとなっております。甘みとねコクを感じられるフルボディのタイプのウイスキーになっております。で飲み方なんですけれども、度数これ結構あるな、度数結構高いんですけれども、読めるかな、ここにねちょっと 50.5 度ってあるんですけれども、ちょっと高いんですけれども、ロックで飲んでいただければなと思います。はい、ということでこちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。